海影3年9月の風水害は、1850年10月7日から10月8日頃に、日本を襲った風水害である。日本校長資料によると、北陸、近畿、中国地方を中心に、被害の記録が残されている。以下、月日はすべて割れ木である。岩手県内では、岩手県再年表に記載があり、3日は大風雨となった。富山では2日は、 空気が冷たく南西風が吹き、翌3日は未明から、あゆの風と冷気を伴って、台風雨となり、14時頃に風雨が弱くなった。加賀では3日の朝から風雨が強まり、浅野川、西川などで洪水が起きた。江戸では3日は朝に雨が降り、朝には南東風、正午には晴れ、倉には南東風、深夜には北風が、いずれも強く吹いた。 岐阜県斎市には対応する記載がない。富士宮市の袖日記によると、3日は大雨で、夜は大ー四4日は晴天となったものの風があった。愛知県内では、伊勢湾に高潮が起こり、八幡川、豊川も出水しているが、水害を起こすほど水位は高くなかったようである。中部、南部和歌山県内では、熊野市や南室郡に記載があり、 二日または三日に大風雨となり、船が壊れるなどした。滋賀県内では三日に、阿戸川の堤防が決壊した。池田では二日は、東風が吹いて、暮れから雨となり、三日は、辰月国には、雨が止んで、西風に変わった。北部舞鶴では三日に洪水となった。福知山では三日に、記録寺横で揺ら川の堤防が、決壊した。三島では大洪水となり、 共作につながった。伊豆市では、前代未聞の洪水ともされ、御用部屋日記や、東門日常には、水害の様子が詳細に書かれている。御用部屋日記によると、二日の夜から強い雨が、降り始め、三日の暁月七時頃からは、北東の風を伴って、台風となって、伊豆市城下が、浸水や土砂崩れに見舞われた。豊岡市、宮井の三宅家,家文書。 前代未聞、大洪水大変のことによると、豊岡では3日の朝4つまで雨が降り続き、7つ時に約27から八尺の増水となって1816年9月の大雨の際の水位を八尺上回ったという。山陰鳥取では2日は、風雨が強くなり、3日の8時頃には土手筋のところどころで腰水した。鳥取ハンガロー日記によると、二日の夕夜半頃から、 強い北風を伴って台風となったと書かれている。島根県気象の災害、山口県災医師には対応する記載がない。山陽、岡山市市によると3日の夜半から出水した。広島県北部の影では2日の朝6つ、時頃から雨となり、3日も降り続いて風も吹き、水が出た。広島県気象資料には対応する記載がない。愛媛県内では9月に、 洪水や台風があったとされる。高知県内では太平寺絵描きに記載があり、2日に東風で家屋が破損したとされる。西日本西医師には対応する記載がない。沖縄気象台100年史には対応する記載がなく、休日によると1850年は夏から秋に干ばつがあった。ありがとうございます。